待っていましたよ。さあさあ、昨日の続きから始めましょう。こんにちは、伊織ゆずるです。今回は他者報告書となっています。今回は行き場への継承、失われた世代と優秀のカゴの鳥の報告をやってくぞ。マリサさん、どうした？ゆずる、今って7月だよね。そうだな。優秀のカゴの鳥って3月3日のだよね。そうだな。マリサさん、どうした？ゆずる、キレそう。ゆかりといい、お前さんといい、笑顔で怖いこと言うなあ。まあ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 、落ち着けって。ほら、これでも飲んでリラックスしな。やったよし、それじゃあ他者報告書をやってこう。かしこまり。わしの地元愛をなめてもらったら困るで。よし、じゃあ行き場への継承をやるぞ。1月14日から20日まで開催されていた松陽先生の限定ション。そうだね。パシャるしかなかったんだぜ。あ、意外とパシャ意志がある。意外とパシャってなかったな。あともらったのもあったのかな。うる覚えだな。ははは、すまんな。金枠来たー。やったね。お、本命来たー。やったー。お、金枠になった。本命2枚目ゲットしたよ。やったぜ。確かにこの雪だるまは難しいだろうな。最大強化の絵柄だと紫明先生と美明先生っぽい。ヘルン先生も手伝ってそうだな。本命が2枚も来てくれたし、とりあえず満足した。マリサさん、パシャするの好きだけれど、あまり追いパシャしないよね。ん、その時の気分次第だな。推し助手がいたら全力出すし、パシャ自体やらない時もあるな。意外と考えていた。それじゃあ次は、失われた世代、だな。前回のフィッツさんとは、雰囲気が真逆のションソーだったね。いやー、あれにはびっくりした。特攻こいこい。お、あ、金枠も出てるね。こいこいこい。表情怖い。谷順の指輪か。やったぜ。でもレベル上げが間に合ってないよね。それな。お、ああ、やったぜ。本当前回の焦燥と雰囲気が違うよな。イベントストーリーも良かったよね。で、あ、2枚目来たー。やったー。マリサさん、ボス戦ニコニコしながらやってたよね。敵グラのモフモフ具合が良かったんだぜ。赤色のとことかめっちゃ好きなんだぜ。お、説明文初めて読んだな。パシャするだけで満足してるもんね。テヘペロ。呆れた。はい、それでは3月3日にやった優秀のカゴの鳥をやっていくよ。いやー、このイベントもすごかったよな。なんかいつもすごいって言ってる気がする。仕方ないね、毎回そう思って。お、え、何これ、すごい。これは期待できるぞ。修学旅行の学生さん、ゲットしたよ。あー、これめっちゃ欲しかったやつだ。やったぜ。お、じゃーん。は、ちゃんとストーリーつながってていいな。ほんと、これはいい感じだね。こういうのも楽しいな。さて、次は潜入取材してるのかな。それはそれで楽しそうってなるんだよね。さて、次はなんだ。ワクワク。おう、新年衣装、やったぜ。この東村さん、ちょっと笑顔なところがいいね。だな。ふむ、特攻焦燥は来なかったけれど、それは交換すればいいから。よしよし。飛んでる猫のぬいぐるみかわいい。いいよな、あれ。
よし、これで前回ゆかりが予告していた分は完成したな。でも、まだまだたくさん残っているからね。修正はな、俺の理解者なんだよ。俺が唯一認めた男があいつだ。大丈夫だ、問題ない。さすがに過去すぎるから直近のやつも入れておいたぞ。まあ、で、何これ？あ、エイプリルフールの時のだな。まさかカッパワニが姿を現すとは。今年はどんなトンチキーベがあるのか、ワクワクしてたらこれだもんな。え、これ、もしかして鳴き声？ふむ。つまり、あいつは姿が見えなくても、SE が鳴るたびに近くにいるってことだな。全然わからない。無念。ここスクショタイム。使ってないよね。撮ってたの忘れてた。マリサさん。鳴き声は変わらないっぽいかな。ぽいな。非日常なんて僕には必要ないのに。戦うのは避けたかったけど仕方ないね。どうしてそんなに生きがっているのさ。悪いけど美しさなんて備えてないんだ。マリサさん、どうした？損失の回収が乱暴すぎる。よし、それじゃあ直近のやつをやるか。かしこまり。これは今開催されている限定賞。そうだね。硬いのやつ欲しいけれど、始末性の指輪も欲しい。お、虹枠ワンチャンあるか。あ、確変きた。やったやったぜ、始末性の指輪ゲットントン。あ、また指輪が来た。誰のだろう。乱暴の衣装も来たな。ふむ、石の色がすごく綺麗。で、これはと、南吉のだった。あったような気がするな。じゃあ耐久度アップだね。レベルアップしたな、よしよし。はい、というわけで限定賞嘘をやってみた20でした。そして前回の動画のご視聴、コメント、いいね、ありがとうございます。サンキューな。大型アップでの情報がちらほらと出てきてるね。焦燥グラが全体見えるようになるのは個人的に嬉しいな。さすがパシャ大好きマリサさん、全焦燥まとめた画集ずっと欲してる。闇の中に闇があり、また闇がある。その核心から血潮が滴るのです。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またな。